原作で明かされていない魔法帝の物語、映画ブラッククローバー魔法帝の剣、原作派アニメ派すべてのブラクロファンが見逃せない本作。今回はキャラクターデザイン画や絵コンテなどここでしか見ることのできない貴重な制作資料を公開。映画ブラッククローバーを作る5人のクリエイターが集結し、5つの切り口から本作のこだわりを語る。この動画を見ることでもっと作品を見たくなる。ブラッククローバーは週刊少年ジャンプにて連載中の大人気魔法バトルファンタジー。累計発行部数は全世界で1900万部を突破。今回の映画は原作で描かれなかった歴代魔法帝が登場。アスタたちの前にクローバー王国を破壊するべく復活した史上最強の4人の魔法帝が立ちはだかる。ここで映画本編の冒頭シーンを公開。先代魔法帝との戦いから物語は始まります。邪魔をするんだユリウス。君のしようとしていることが間違っているからだよコンラート。諦めるんだ、もう抗えるだけの魔力は残っていないはず。間違ってるのはお前たちだ。まず最初に3つ指針を決めまして、アスタで気持ちよく勝つで、時期に関してはハート王国に修行に行っている半年間の間ジャンプ王道の胸安展開にするという、3つの指針をまず最初に決めまして、バトルシーンなども広がりや迫力あるものにできるのではないかということで、VS 歴代魔法帝という案に最終的には決定した。この映画の企画の段階ではまだそのお話は原作では出てなかったんですけれども、闇の火の国の魔法帝のような人がいて、そいつが、クローバー王国に軍隊挙げて攻めてきて、それと大戦争、クローバー王国側で大戦争になるみたいな、そのような案もありました。自分のオリジナルストーリーで一番気をつけているっていうところは、原作にないキャラが、どうしても出てくるんですけれども、そこのキャラを原作勢といいますか、原作を見ている人たちに違和感がないというか、素直に受け入れてもらえるようなキャラとして作れるようにっていうことを一番心がけています。コンラーとかみんな魔法に、魔法騎士団の魔法に
拘束されてるところを最後の力を振り絞って、そのコンラートの魔法の方が上位魔法っていう魔法を出してみんなの魔法を破壊しながらやるシーンがあるんですけど、これがとにかくあのセルの枚数がめちゃめちゃあったんで、まあ撮影するのも作画するのも BG もぐるぐる回ってたりとかしてもうこれ全部大変だったんだろうなっていう思いが込めたワンカットですね。アクションシーンが本当にすごいので、背景にレイアウトが回ってくる時も通常のフレームがこの今回の場合だと30センチ ×50 センチとかなんですけれども、それが1メートルだったりとか2メートル4メートルぐらいのもあったんですけどもう本当に大きいサイズのものがあって、この中でセルがどういうふうに動いてるんだろうっていうのが映像で見ないと本当にわからないほど動いているので、もうぜひすごいアクションシーンを見てほしいなと思います。冒頭アクションかなり頑張ったんで、まあ、ここは結構作画さんが頑張ってくれたところにはなるのかなっていう感じなんですが、まあ、ちょっとお客さんの心をつかむじゃないですけど、そういうシーンにしたいなと思って10年前のトライアンフのシーンですねは作らせていただきました。かなり、迫力あるシーンになったのかなと思っております。そうですね、やっぱ最後のコンラートとの最終決戦と比べてもちょっと盛りすぎちゃったかなと思うぐらい最初のコンラート戦はもうバリバリ動いていたので飛ばしすぎたかなと思いますね。コンラートたち4人が集まるっていう冒頭のシーンもこの戦いの流れを引き継いでかなり動いているので、このシーンはそうです、もう乱戦なので、まあアスタをまずかっこよく見せるっていうところをまず最初に意識して始めて、でアスタがあのポーンの大軍と戦うんで、それもすごい大変で、CG と作画がうまく合体しているのでその辺がすごいテンポよく動いていて、そうですね、実はあのプリンシアの兵士 あのポーン兵とかって5種類いて、まあ、ポーン、ナイト、ルーク、ビショップみたいな感じでいくつかいるんですけど、まあ、一番大活躍したのがこのポーン兵っていうそうですねまあ、それだけに記憶がない最後まで言いましたからそしてまあ最後のあれですね、コンラートとアスターのバトルからのあの隕石落とし、あの隕石の処理がすごいなんか綺麗で、これどうやってんだろうとか思いつつそうぶった切った後もなんかこの破片のなんかすごい細かい綺麗な細やかな処理だったりとか、すごい綺麗だなって思って出ました。まあ、実はコンラートってあのアスタが間違った考え方をしたらもしかしたらなってしまったかもしれないみたいなキャラクターになってまして、もうアスタとコンラートでまあ思想のぶつかり合いみたいなものが描かれるんですが、まあ、法廷のまあなんか強さだったり、まあ、ただちょっと実は人間臭いところもあったりみたいなところで魅力的なキャラクターとして描ければなという思いでキャラクター作っていったっていう感じです。過去のコンラートはそうですね、正気を持ってて目にハイライトがついてる状態の絵になってて、現代の方はちょっともう暗黒目に落ちたような状態でどんよりとした、まあ、暗い感じの目を意識して描きました。まず先生のラフの原図があって、こちらの方でアニメーション用に、まあ、表情とか多めにどんな角度から見れても他の方が描くときに拾いやすいように心がけて描いてます。先生はタッチポーズ1枚の絵をちょっと色をつけてるだけなので、そこに武田さんが描いていただいたあの全要は全面見えてるやつと、あと顔の表情とかもつくので、やっぱこう思ってた印象と違うっていうのになるみたいなので、そういうので、よくやり取りします。一つ変わるとバランス的にちょっとどっかをいじらなきゃいけなくなるので、そういったところをこう原案があるんでそこからあんまり離れないようにみたいなバランス組みみたいなのはしますけど、どういったアクションとかセルが動くのかっていうのを考えながら、どのくらいの広さが必要かとか、そちらもあの監督と相談しながら作っていくことが多いです。今回でいうとトライアンフ会場なんかは色替えがいろいろあったりしたんですけれども、全体でトータルで300カット以上
あるようなシーンなので、背景も300枚以上あるような状態だったので、そういった時はたくさんのスタッフに分けて作業してもらうので、美術ボードではちょっと分かりにくい部分、よりの質感だったりディティールだったりが分かるものを本番の BG で書いて、それをスタッフに渡して、参考として渡して作業してもらってます。今回やっぱ劇場ということなので、やっぱそのなんだろう、規模感というか広さを結構意識していて、トライアンフとかも結構ありまして、ね、対比感問題みたいな、かなり大きいものだったそうですよね、あの人間に対してどれくらいの広さがあるのかみたいなところで、東京ドームよりもでかいくらいなイメージで、どっちかっていうと海外のサッカースタジアムとか、なんかああいうイメージで、そうですね、作ったりとか、まあコロシアムなんで、まあ原案となったのはそれこそあのローマのコロッセウムですけど、まあじゃあどういう風にしたらかっこいいのかなっていうところで、いろいろなコロシアムの資料とか過去の作品だったり映像だったりっていうものをいろいろで、その中で自分がいいと思ったものを作り上げていく。やっぱ最初はそのキャラクター性みたいなところをお伝えして、で喋ってもらって、まあミリーだったら研究所の所長でちょっとお姉さんっぽいキャラで、もうちょい声のトーンこういう感じでお願いしますみたいな。あなたたちが黒の防御ね、私はこの支部で取りまとめ役のミリー・マクスウェルよ、さあ急いで。ジェスターに関してはやっぱさ、最初は声質はすごいイメージに合ってたんですけど、まあ、なかなかちょっとそうですね、普段やられてない役だと仕事だとは思うので、2回収録が高橋さんに関してはあったかと思うんですけど、1回目よりかはすごい最初からもうなんか役を落とし込んでくれているというか、しっくりくる感じで喋っていただいたりして、ジェスターなんかは私はあの音を聞いててどなたかわからなかったんですけど、テロップを見た時に俳優さんだっていうことを知ってすごいびっくりしましたジェスターの話し方とか声がかっこいいなと思ってたのでだりーんだよ、死に損ないどもが。ここにいる連中はな、要塞の動力にするためにずーっと魔力を吸収して生かしてやってたんだよ。今すぐ強くなれるわけねえだろ。ちょっと独特な、そうですよね、独特な感じだったので、めっちゃ喋りますもんね。そうですね今作の音楽に関して言うと、そうですね、やっぱ挿入歌、テレビの頃からもうキメの遥か未来っていう曲はブラクロの伝統というか、でそこはまあ絶対入れたいなとは思っていたんですが、まあ、それプラスやっぱその映画ということで新しい曲もぜひちょっと感覚ピアノさんにお願いしたいということで、まあ、最初のなんていうんですかね、クライマックスシーンで新しい曲を流して、で締めとして遥か未来を流したいなっていう思いで音楽の方は考えさせていただきました。魔法帝になるために俺は今ここだ。明日アスタ君、これを魔法帝、説明はいらないはずだ、その剣が教えてくれる。テレビアニメをずっと応援してくださった方はもちろん、原作ファンでアニメを見たことがない方でも楽しめます。映画ブラッククローバー魔法帝の剣、ぜひご覧ください。